皆さんこんにちは、ナシチャです。今日の動画は、昨日の動画の続きです。はい、前回の動画で、昨日の動画でお台場を散歩して、でちょっと買い物してビデオブログみたいな動画だったんですけど、でも夕方になって、でお腹も空いて、で帰る前にちょっと晩ご飯食べようかなと思って、今ダイバーシティに向かっています。でなんでダイバーシティにしたかというと、フードコードもありますね。なんかビーナスフォートもなんかフードコードがあるかもしれないけどなんかありそうだった。でもダイバーシティで、私は食べたいものがあるのでそれを食べに行きたいと思います。ダイバーシティのフードコートは本当に大きいですね。初めてここで食べますよ。皆さん食べたことありますか？で実は今日はもうなんかね、スタ丼食べたくなって、だから今日はスタ丼食べたいと思います。注文したものをもらいました。こちらです。いただきます。サラダから始めたいと思います。初めて日本でサラダ食べた時に少しびっくりしました。その後はそれは日本のサラダの特徴だなって分かりましたけど、なんでびっくりしたかというと、日本のお店で出るサラダにはキャベツがメインの材料になっていますね。そう、それは少し不思議でしたね。なぜかというと、ロシアではキャベツを、ほとんどサラダに使わないんですね。はい、基本的にスープに入れたり塩漬けしたり、炒めたりしますね。生でサラダで、ほとんど食べないんですね。なので少し不思議でしたけど、でも美味しいからすぐ慣れました。ちなみにロシアで食べるサラダのメインの材料はトマトとキュウリです。ちなみに生卵もあまり食べないんですね。一応たまに黄身、生の黄身だけ出ることあるんですけど、白身はないんですね、お店だったら。でも家で食べる人いるかもしれないですね。私のおじいちゃんは飲んでたんですね、生卵を毎朝。でも私は生卵とても好きです。ロシアに住んだ時も卵焼きを作った時に、目玉焼きですね、黄身にあまり火が通らないようにしました。そういう風に多くの人はやってますね、ロシアでは。わあ、美味しそう。やっぱり卵が絡んだらさらに美味しいんですね。ちなみに私が頼んだセットに関しては、お台場のお店にしかないセットですね。当店限定と書いてありましたね。サドン&お台場セットというセットなんですけど、唐揚げと飲み物とサラダと味噌汁とスタ丼入ってますね。飲み物もね、いろんな種類があったんですけど、炭酸が多かったので、私は炭酸の飲み物あまり飲まないので、ビール以外なのでウロン茶にしました。あと味噌汁もあってよかったと思いました。夜になって外は少し寒くなったので、やっぱり温かいもの飲みたいなと思いました。そしてね、味噌汁はスタ丼にとても合うと思いましたね。美味しいそしてボリュームにね、ちょっとびっくりしました。なんか唐揚げも多くて、スタ丼も大きくて、サラダもまあまあ量もあって、すごくいいなと思いました。エネルギーチャージできました。フードコートの雰囲気もすごく良かった。こんなに大きいと思いませんでした。人もすごく多かったので、最初は席を見つけるのはとても大変でした。でも結局窓の近くの席を見つけました。とても満足です。スタ丼の中で2個も多くて嬉しかったです。ちなみに初めてスタ丼に出会ったきっかけは油そばでした。そう、初めてスタ丼に行った時に油そばを食べました。
油そばも美味しかったんですね。でその後はスタ丼自体も食べてみて気に入りました。あといいと思ったのはタコあんと海苔が入ってましたね。実はで日本ではなんかお店とかで、まあ、あと家とかでもいつも漬物が出るんですね。それはすごくいいなと思いました。漬物って、まあ、体にいいじゃないですか。だから毎日食べるのは健康的で素晴らしいと思いました。ロシア人はそんなに漬物食べないんですね。あと海苔も入っててなんかね特別な味、まあ、ちょっとあの味が変わってなんかもう一つの味を楽しむことができるって感じですね。やっぱり海苔と一緒に食べるとなんか味が変わるんですけどとても美味しいです。外でなんか始まったと思ったら急にガンダムが光り始めて音出し始めてなんかびっくりしました。そういうガンダムのパフォーマンスがあると知らなかったんです。面白かったです。窓の近くに座って正解でした。じゃあこれから唐揚げも食べてみます。大きいんですね。蜜も入っててすごい。正直に言うととても美味しかったです。中はすごく柔らかくて味もはっきりしててすごく美味しかったですよ。早速2つ目スタ丼の唐揚げとっても美味しいと今回は改めて確認しました。柔らかそうですね。もうカメラでもこうやって見えますね。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。はい、食べ終わって出ました。とても美味しかったです。スタ丼そんなにしょっちゅう食べないんですけどでもたまにねなんか、食べたら美味しいんですねなんか一回はなんかうわなんだろう、あなんかパフォーマンスが始まりました。また食べた時もなんかこれ始まってみんなえーってなんか窓を見たんですけどちょうど窓の近くに座ってた。はい、で見たらなんかガンダムが光り始めて、綺麗でした。また始まりましたね。4年前スタ丼食べてでなんか美味しかったんですけどでその後1回食べてみたらどこだったっけ覚えてないんですけどすごくしょっぱくてやめました。で今回はまた日本に戻ってで、まあ、スタ丼ちょっと懐かしいなと思って食べてみたらすごく美味しかったです。これは久しぶりかな。そうまた食べてみました。フードコートで食べるのは初めてですね。基本的にお店かあとテイクアウトとか、はいそんな感じです。はい、ということで今日の動画をここまでにしたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。じゃあまた会いましょう。いい一日になりますように